同じ塔が守る城ならたやすいと攻めてきたな。乙女を侮った罪は重い。その少年絶対に正してやる。俺たちだって少しはやれるところを見せてやろうぜ。なあ、お前ほどの強さがあいつにあったならうちの子たちに届かせるにはまるで足りないな。方にとってみれば賞も増強も大差あるまい。高い高い、子も泣き止むすがすがしさだな。みんなこらえろ。いいの盛況今こそ見せてやる。必ず。男のくせに腰が入ってないぞ。飯でも炊いてろ。お任せを。虫取りなでしこの花言葉は罠。逃がしません。乙女の涙を拭うか否か、人の分け目は単純さ。陣ならまだ残ってるし、気にしない気にしない。よく見えた。そう、弱点は俺たち男衆だぜ。まったく不甲斐なし。お前は今日は飯抜きよ。許して勝ちたなでしこの花言葉は強烈な愛。奪わせないわ。よりにもよって風魔に挑ませるとは、兵の主も非常だな。見事だ風魔、私の目にも狂いはなかったな。次は私が相手してやる。逃げるなよ。みんな、いいね。ナオトラ様の名を落とす働きだけはするな。俺たちが不甲斐ないせいだ。すまねえ。ナオトラ様、素敵な夢を。ありがとう。ナオトラ様、お無事か。あ、よし、なら勝てる勝てる。俺たちさ、見てるだけでいいよね。ひたむきであることの強さ、解くと思い知れ。やめるな。心一つか。刑を磨くにはどんなにも足りなかったな。主人公なでしこ隊、お相手に捕まつる。いやー、勇者の男がそれでどうする。隙
古衆だって私の戦いを見ればいつかは。この日のために鍛えてきたんだ。同じ掘り直すなよ全員。これで具合が良いものだ。俺は無敵の名を得たれ継ぐ。本気などというものはバカで身勝手な男どもの妄想だ。どもにはまこと心というものがないのだ。箱惚れか男衆、替えのなぎなたを持て。合点です。生まれたばかりの赤ん坊が泣く理由を知ってるか。この世に直虎様がいるのを感じたからさ。これでは敵方にて白い旗が不足してしまいますな。お前が歩むのは汚れなき乙女の道。その先にて私は待つ。小田原の亡霊か。男がのさばり、涙するのは乙女ばかり。国の行く末、もはや男などに任せておけない。私は直虎、誰よりも傾きなる虎だ。私にたどり着くとは本気でこの国を狙っているな。いや、まさか私に気があるのか。
焼かれるか刻まれるかだ。大した違いなどないよ。私が倒れたらあの子たちはどうなる。生まれ変わったら優しくなりたいな。そしたらきっとあいつだって食べさせてもらったが、驚いたよ、フーマ。Kが自発的に手を差し伸べる、そんな過去を経ていようとは。座して死を待つ牢屋を Kは密かに連れ出した。そして知られざる地に見事かくまってみせたのだ。単なる気まぐれではなさそうだな。Kの希釈を果たすのは存外に骨が折れそうだ。しかしフーマ、少しKそのものに興味が湧いてきたな。Kは一体何者なのか、どこからこの世に訪れたのか。先兵隊が静ヶ岳へと向かっておりまする。手配者です。氏政様であれば逃げ惑っていたでしょうな。